名店さんにどう喜ばれるかをね、考え続けること、行動し続けることが重要だと思いますね。フランチャイズチャンネル、コメント返しの続き。続き、はい、じゃあ次ですね、いきなりステーキの回ですね。なんすかこれ、牛骨麺ですね。牛骨麺っていう、うん、体臓、牛骨麺体臓詳しく知りたいです。知らないですかこれ。知らない、もう池袋かな、もう漢字読めないぐらいなんで。牛骨麺体臓、この節はカツオ節の節ですよ。へえ、ラーメン屋さんですね。ここは池袋で何店舗かやってて、フランチャイズ展開もしてますけどね。社長も会ったことあります。ブロックを入れればよくなってて、本当の味に近くできるようになってて、そこはお金をかけてやられてたんで、まあいくつかね、これ確か今度また僕のベンチャーリンク時代の上司の N 氏というのが確か FC が手伝ってたと思うんで、まあ何店舗かできたんですか、 FC が。そこのを行ってみて、味は同じものが本店とできるようになってるんだと思うんで、見ていただいたらいいんじゃないですかね。はい、なるほど、はい、次、ほとんど190店閉鎖のコメント。武田塾本部が乗っ取られたらどう対処しますか、本部乗っ取りがなぜ起きるか、どう防ぐかもあったら聞きたいです。これはまあ粛々と対応するしかないですね。急に乗っ取られるなんてことはないんですよ。うん、もうずっとこう、あの力関係が加盟店の方が強くなってきちゃって、それでいよいよってことになるのが普通なんですね。うん、乗っ取るケースだけじゃなくてね、例えばカーブスなんてのは加盟してた招き猫の会社が本部を買いましたからね。うん、まあ、あり得るとしたら離脱ですよね。そうそうそう、ほっともっとも離脱、まあ、ほっともっともだからずっと揉めてて離脱するしないみたいなのがあって、うん、まあ、乗っ取ったの、まあ、離脱です。離脱武田塾がね、離脱したらまあね、武田塾のホームページとかがなくなっちゃうからね。そうすると生徒が来なくなっちゃうから、急いでその近所に武田塾作るしかないです ね。離脱したらね、プラスあの契約書に基づいて法的な対応をするしかないですね。どう防ぐか、それはね、もうね、いい本部であり続けることですよね。まあ、それしかないですね。うん、常に新しいことをやってという感じですよね。うん、で、乗っ取りがなぜ起きるかって言ったら、いい本部じゃないでしょうねっていうね。まあ、そういうことですね。なんで、まあ、基本的には信頼関係が崩れ、コミュニケーションが崩れたってから起こることですからね。うん、加盟店さんにどう喜ばれるかをね、考え続けること、行動し続けることが重要だと思いますね。ね、あれを思い出しますね。あのセブンイレブンのね、プロジェクト X のやつのね、誠実だったっていう ね、はい、そうね、あの姿勢が重要ですよね。はい、本当ね、はい、武田塾関西エリア会議について、TTAGJMT さんの方もよく見るね。既存校のオーナーさん的にご自身の生徒に数は平気なんですか。もちろん全体として伸ばしていくのは分かりますが、まあこれはね、こういう意見もあるのは分かりますね。はい、外から見てたらね、はい、要するに数を増やせば、全体は増えるけど各校舎減っちゃうんじゃないのっていうことですよね。でもそれは普通の FC でそういう失敗をしてるわけですよね。これはいきなりステーキもそうだし、まあ取り貴族もそういうこと言われてて、そういう事例を何回も話しながら、そうはならないよってやってるのは今回ですから、もし減るようなことがあったら、それは武田塾も一緒じゃないのってことを言われるわけでね。この TTA なんとかさんに先に事情を説明しておきますと、たくさん校舎がある地域と、間隔を空けて、関西のように空気を読みながら作った地域を両方実験したら、結局1校舎あたりの生徒数なり人口あたりの生徒数は校舎がたくさん作った方が多かったんですよね。そうです。なので結果たくさん作った方がみんな収益が上がるっていう仮説が出たんで、関西に作ろうということで、オーナーさんもまあね、もともとあるオーナーさんってのはなかなかね、うんとはなかなか言わないけど、みんな大半が納得してるというか、だから既存校の人が増やしたいって言ってんだから、武田塾全体にいいだろうってみんなが思ってるわけですよ。ね、もしね、武田塾全体にマイナスだっていうことだったらば、既存校の人が増やしたいってならないですよね。でさらに、例えば武田塾の本部が新規の人を関西にドッと入れたら、それは嫌がることだよねっていう話になるけど、既存校さんなんで、武田塾もすでにやってる人がそうすべきだとみんな思うような行動を取ったということなんで、そういう疑わないでみたいな話ですね。今までのその、とは違うよというふうに、そうやでやってるつもりです。はい、はい、セブンとファミマに行こうと思うんですけど、5分過ぎたんですね。じゃあ次にしますかね。はい、はい、